位置について毎度どうも毎度です。今日は私のちょっと悩みを聞いてください。最近さ、みんなねずっと自宅で引きこもって自粛してるからなのか、すごいピリピリしてる人が多いなと思って、特にネットね、病気のことに対してどういう行動したら感染しないのかとか、今日本の状況がどうなってるのかとか、まあそういうことに関してピリピリするのは全然いいと思うんですけど、人に対して必要以上にピリピリしてる人が多いなって感じてて、最近その人の悪かった行動だけじゃなくって、その人の容姿とか普通に叩かれることでもないようなことをこうほじくり返して、こうぐわーっともう酔ってたかって殴って殴って、もうゾンビのようにぐわーってなってる感じの人が多いなって最近感じてて、なんか結構私ってね、人の争いとかを見てるとこう自分が争いに巻き込まれてるかのような気持ちになるんですよね。で、私って結構ね昔からそういうことでしんどいなって感じることが多くて、例えば誰かクラスメイトが先生に名指しで怒られてたとか、そういう時になんか自分が怒られてるような気持ちになったりとか、こう映画とか見ても結構1週間ぐらい引きずるんですよ。まあ非現実的すぎる内容とかやったら全然大丈夫やから、漫画とかは結構見んねんけど、映画とかになるとねすごい自分と置き換えてしまって、だからその引きずるのがしんどくて、私自分から映画を見るっていうことを絶対にしないんですよ。友達がこう見ようって言ってくれたら全然見るんやけど、そういう感じで結構周りの雰囲気に心が流されてしまうというか、自分に置き換えてしまうことが多いのね。まあこれをねちょっとどうにかできないかと思って最近いろいろ調べてたんですけど、ちょっと前に何人かリスナーさんが、マイドンちゃん HSP じゃないですかって言ってくれてる子が結構おって、で最近になってちょっと見かけるようになった HSP っていう言葉なんですけど、その HSP っていうのは何ぞやっていう話なんですけど、 HSP っていうのはハイリーセンシティブパーソンっていうのの略なんですけど、人一倍繊細な人っていう意味で、簡単に言うとこの周りの雰囲気に敏感で影響されやすい人っていう感じの人なんですけど、ただねこの HSP っていうのは別にこう病気ではなくって、だから治療法もないんですけど、その人の気質っていうか特徴みたいな感じのものなんですね。私もしかしたらそのリスナーさんが言ってくれたみたいにこう HSP なんじゃないかなと最近思い始めてですね、ちょっとその HSP の診断のサイトがあるので、それを今日はちょっとやっていこうかなって思います。この診断がね合ってるのかどうかとか正しいのかっていうのはわからないけど、まあ一つの目安としてやるのはいいんじゃないかなと思って今日はやってみます。もしね私と同じように周りの雰囲気に飲み込まれすぎてしんどいなって感じてる人はちょっと一緒にやってみてください。はい、ということでやっていきたいと思います。まあ簡単に言えば感受性が豊かっていうことなんで、いろいろ芸術とかそういうことにも活かせるんじゃないかなって思うし、ポジティブに考えていこうかなって思います。まだ決まったわけじゃないけど、はい、ということで始めます。オレンジ、他の人よりも考えることに時間を使う。これは結構そうですね、めちゃくちゃ考えて考えすぎてやむみたいなことが多いですね。完全に当てはまる。日々どんな失敗が起こりうるか予測して対応策を考えることに多くの労力を費やしている。これも完全に当てはまりますね。私いろんなルートを考えて、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしようみたいな感じで進んでる時あるので、完全に当てはまるですね。新たな可能性や選択肢に気づくのが得意だ。これはどういうことなんやろ、打開策とかそういうことなのかな、その場でやりきるみたいな感じなのかな。ほとんど当てはまらないかもしれないな。すぐにインスピレーションを受けて良いアイデアをたくさん思いつく。でもなんか良いアイデアかは分かれへんけど、結構インスピレーションを受けて何かを作り出すみたいなことは結構するので、完全に当てはまるかな。この世には耳で聞き目で知るよりもたくさんのものがあると知っている。そうですね、例えば音楽とかもそうやしね、完全に当てはまる。痛みを感じやすい。これね HSP とは全然関係なくて、また神経の話なんですけど、お腹とか痛くなりすぎると倒れたりするんですよ。またこれは違うんですけど、ちょっと完全に当てはまるにしときますね。これ他の人には些細に思えることにさえ打ちのめされてしまうことがある。これは本当にそうですね。これはもう昔から悩んでることで、なんでそんなことで悩むみたいなこと
言われるんですけど、もう私にとっては地獄のようなことだったりするんですよ。だからね、完全に当てはまるですね。毎日一人でいる時間が必要だ。これも絶対必要か。私実家暮らしですけど、いくら家族といえども一人の時間がないと本当にダメですね。なので完全に当てはまる。一人になって休憩する時間がないまま、他人とずっと 2,3 時間以上も一緒にいなくてはならないと疲れ果ててしまうことがよくある。これはまあ人によるかな。仲いい友達とかやったら全然一緒におっても大丈夫、 2,3 時間とかもう1日おっても大丈夫やけど、まあただその人数はそんなに多くないからほぼ当てはまるかな。緊迫した空気が流れているとその場から離れたくなる。これはそうですね。さっき言ってたように、こうクラスメイトが誰か先生に怒られたりとかすると早く離れたくなるから完全に当てはまります。誰かの怒りを感じるとたとえ自分に向けられていなくともストレスになる。これもさっきと同じ、完全に当てはまりますね。他の人の痛みが自分の神経の奥深くに入り込んでくる。これはどういう痛みなのか分かれへんけど、でもさっき言ったように私映画とかでこう誰かが傷ついてたりとかするともうその気持ちがずーっと抜けへんかったりするから完全に当てはまるなのかなとは思います。不愉快な動きや誤解を避けるためにいろいろ手を尽くす。これは結構今はちょっと少なくなったけど昔結構そうで、誰かと話すたびに不愉快にさせてしまったかもしれんって思って後でこう弁解しに行ったりとか、あの言葉私こういう意味で言ったんじゃないからねみたいなことを結構言いまくるちょっとめんどくさい人間だったんで、まあ結構完全に当てはまるのかなとは思います。想像力がある、知らん、想像力があるのかは知らん、分かれへんか、ちょっとほとんど当てはまらないにしとくわ。分かれへん、これは自分では。時々芸術作品を見ていて喜びで胸がいっぱいになることがある。これは本当にありますね。ぐわーってなってほんまにやばい時は涙流したりとかしますね。完全に当てはまる。大量の情報や刺激にすぐに耐えられなくなってしまう。特に一度に複数のことをしている時には他人の人と比べてわずかな刺激でも反応しやすくなってしまう。例えばネットで情報を検索している時に話しかけられるのはストレスになる。これはちょっと時と場合によるかな。そんなにそこまでって感じやけど、まあ確かにネットとかで情報を検索してる時に話しかけられるとそんなに聞かれへん、嫌っていうよりかは聞かれへんから少し当てはまるなのかな。お、なんか画面が変わった。遊園地、ショッピングセンター、スポーツイベントといった非常に刺激の多いところに行くのが好きではない。これはめちゃめちゃ好き。私は逆に行きたいって思う自分では、だからまあ当てはまらないですねこれは。テレビなどで暴力シーンを見るとその後何日間も影響されてしまう。現実性がないから恋愛ものとかよりは影響されにくいけど、まあやっぱりちょっと何日間かは影響されてしまうかな。少し当てはまるにしときます。美しい音楽を聴くと興奮する。これはそうですね。いい音楽に会えたりすると私もう涙流しながらうーってなりながら聞いてたりするんで、これは完全に当てはまります。動物や植物の状態を感知するのが得意。これはわからん。そんな動物と植物と触れ合って生きてないからちょっとわからへんわ。これ当てはまらないにしとく。美しい自然を見ると心の中が歓喜の声でいっぱいになる。で、これは完全に当てはまります。常にアンテナを張っていて周囲の人がどんな気持ちでいるか察知することができる。察知完全にできるかって言われたらそうでもないけど、まあ常にこう人の表情を伺ってるっていうのはありますね。だからまあほぼ当てはまるにしときます。両親が痛んで後ろめたい気持ちになったり罪悪感を抱きやすい。罪悪感は抱きやすいですね私。完全に当てはまる。仕事中に誰かに監督されているとストレスを感じる。めちゃくちゃ感じる。わかるわかる。テスト中とかに先生とかこう見てくるやんか。もうあれなんで見んねんって思う時あったし、完全に当てはまりますね。真実が何かを見抜くのがうまく。コナン君かな。他の人の欺瞞、人の目をごまかし騙すことにもすぐ気づく。まあでもなんか誰か嘘ついてるとかなんかごまかしてるなっていう時の雰囲気は結構感じ取りやすいですね。見抜くっていうよりも勘に近いけど、だからまあちょっとほぼ当てはまるにしときますね。すぐにびっくりしてしまう。これは完全に当てはまる。これはすぐにびっくりしてしまう。だからお化け屋敷とか絶対に無理。高校生が作ったようなお化け屋敷でも絶対無理。私完全に当てはまる。強いつながりを持ち深く交流できる。そうですね、私本当に心を許した人とはすっごい深く交流
有しますんで、完全に当てはまります。他の人たちが不快に思わないような音も、ひどく苛立たしく思えることがある。これは、時と場合によるかな。少し当てはまるかな。勘がいい。なんか、誰かがなんかしてるなって思ったら結構当たってることもあるし、あとは、なんかこの人ちょっと苦手やなって、こう別になんかあったわけじゃないけど、この人雰囲気的に、あ、やばいかもって思ったら、絶対にやばいことが起きるから、これは、完全に当てはまる。一人の時間を楽しめる。まあでもちょっと寂しくなる時があるから、どうやろうな、これは少し当てはまるぐらいかなとは思う。流れに任せて即座に行動することは滅多になく、大抵の場合よく考えてから動く。まあでも私結構ね、バンってやることも多いんですよ。考えることも多いけど。だからこれ物によるからほとんど当てはまらないぐらいかなとは思います。大きな音、強烈な匂い、鋭い光をひどく不快に思うことがある。日常に必要やから使うんやけど、例えばミキサーの音とか、あとは掃除機の音とか、聞いてると不安になったりとか、あとはこう罪悪感、なんかうるさくなってないかなみたいな罪悪感に襲われる時があるので、完全に当てはまるですね、これは。おお、また画面が変わった。待て、あと15問もあんの、やば。時々穏やかに落ち着いたところで休憩する必要がある。あ、これはもう完全に当てはまるね、本当に。一人になって、落ち着いたところにいないと無理っていう時はあります。なんかこう、ゾンビ映画とかでさ、ずっと緊迫状態やん、あれ。私あんな世界になったらもう耐えられへんと思う。お腹が空いたり、寒いと感じたりした時、そのことがなかなか頭から離れない。これは完全に、そうですね。涙もろい。完全に当てはまる。私全然動画とかでは泣いたことはないけど、めちゃくちゃ涙もろい。すべての感情を涙で表現する。嬉しくても泣く時あるし、悲しくても泣くし、みたいな。事前準備なしに新しい体験に飛び込むのが好きだ。好きだって言われるとちょっと違うのかな。少し当てはまるぐらいなのかなとは思います。相手の裏を書いて自分の言い分を通せると満足な気分になる。どういうこと？裁判的なそんな感じ？そんなにあれかな？当てはまらないかな？てかそういう状況になったことがないかも。社交の場で疲れることはない。席を外して一人になって休憩を取ることもなく、雰囲気が良ければ朝から晩まで楽しめる。無理かな？これは無理かな？ちょっと早く抜け出したいって思う人なので当てはまらないですね。サバイバルなキャンプが好き。当てはまらない。私はもうずっと家にいたい。プレッシャーを感じながら働くのが好き。無理。うまくいっていない人はその人自身に責任がある場合が多いと思う。人のせいでこううまくいかないみたいな人もおるからな。ほとんど当てはまらないぐらいかな。ちょっとなんかよくわからんねんけど。自分の周りで何が起きていようと影響されることなくエネルギッシュでいられる。これはもう無理。パーティーではいつも自分は最後の方に帰る。これはちょっと時と場合によるかな。ほとんど当てはまらない。心配すぎることは滅多になく、いつも冷静に対処できる。いや、私結構心配しすぎるタイプなので、これは当てはまらないですね。週末は友人らと過ごすのが好きで、途中輪から抜けて一人になる時間は特に必要ない。ほんまに仲いい子とやったら別にあれかなとは思うけど、少し当てはまるぐらいにしときます。友人や知り合いが突然やってくるサプライズ訪問が大好きだ。サプライズ結構好きやから完全に当てはまるかな。あまり寝なくても大丈夫だ。寝ないともう体調も崩しちゃあかんから、これは当てはまらない。花火や爆竹が好きだ。当てはまらないですね。これ爆竹とかそういう音とかびっくりするものちょっと無理なんで当てはまらないですね。あ、これ一番最後やったやん。じゃあ当てはまらないで。さあ私の結果は、誰だこの女の人は。スコア101、HSP 度強らしい。ね、このサイトね、ちゃんとほら、自分のいいところとかもちゃんと言ってくれるからいいね。ね、140が一番強いみたい。この HSP っていうのを知って、なんかこう、自分だけじゃないんやなって安心した部分はあって、他にもこういう人がいるってことやなって思ったら、結構ね、安心しました。まあね、こういう世界が緊迫した状況の中で、プラスを与えられる人ってすごい大事な人やと思うの。こういう私みたいな人にとっても、プラスの感情をね、与えられる人間にみんなになってほしいなって、私もなりたいなって思ってます。今日は終わりたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。